ピコムトピックス。この番組は地域のニュースやイベント情報をお届けします。大竹市の晴海臨海公園で第15回大竹夏季水産祭りが開催されました。雪の中でのお祭りとなったこの日は、冬の味覚を味わおうとおよそ5000人の人出でにぎわいました。大竹の柿の味どうですか？美味しいです。どうですか？もう身が大きくて美味しいですね。大竹自慢の水産物販売テントには、久場漁協と阿多田島漁協が出店。地元で採れたばかりのアワビやタコ、牡蠣などが並び、買い求める人の長い列ができました。今年の牡蠣はもう一番最初は良かったね。10月で始めた。で11月がちょっと身が落ちて、12月の終わりにだいたいようになってきたね。で今身がだんだん清る。うん。わしらが見てもええよ、もう。値段も普段より安いお祭り価格で、用意された生牡蠣はおよそ20分で売り切れとなりました。手際よく準備しているのは、あたたハマチとレモンの試食ブースです。広島レモンを餌に混ぜ育てることで、魚の生臭さが緩和され食べやすいと人気が集まっています。このハマチは県内唯一のハマチの養殖場を持つあたた島で育てられ、2013年からブランド化への取り組みを始めています。そのお味は？美味しいです。レモンっぽい味はあんまりない。ハマチとレモン、どういうところを PR していきたいと思います。そうですね、ハマチとレモンも食べてみたら一番よく分かるんですがね、これはあれにうちの島にもたくさん特産品があるんですよ。タイ、カキ、イリコ、そして去年から始まったサーモンの養殖もありますので、それでからあったいうブランドでから皆さんにぜひ知っていただいてから、よくたくさん買っていただきたいと思います。ステージには広島東洋カープの選手も登場し、じゃんけんゲームなどで盛り上がりました。来場者からは選手たちに今年こそは優勝をと熱い声援が送られました。グーの方パー出したから勝ったと思ったじゃん。はい、じゃあビンゴゲーム。震災とかですね、ありましたら一番先に亡くなるのがブルーシートだそうです。神戸の震災の時に、今でも皆さんの頭の中にもよくあると思うんですが、屋根にブルーシートいっぱいかけてありましたね。いろいろ役に立つんですよ。2月6日中区の JMS アステールプラザで地域防災福祉フォーラムが行われました。これは中区社会福祉協議会と中区自主防災会連合会、中区役所と中消防署が共催で行うイベントで、自分たちの町は自分たちで守るをテーマに、防災と福祉2つの講演会が行われました。防災講演では平成26年の広島市土砂災害で大きな被害に遭った安佐南区八木地区から自主防災会連合会会長の中川久夫さんを招いて、災害が起きた時の話を聞きました。生活避難場所の運営を担当した中川さん、実体験からどのようなことが必要となるか参加者に伝えました。生活環境を配慮した空き
避難者が一目で分かるなだなだを用意しておく必要があると思いました。自主防災会の中に2名の警察の OB がおられ、2名の警察の避難所の巡回もあり、安心安全でありました。そしてもう一人、東区尾長地区自主防災連絡協議会事務局長の佐藤勝さんが、各地の被災地を視察し、地域の防災活動に生かしている取り組みを紹介しました。災害が発生して被災のなかった方にはですね、黄色い旗を玄関先にぶら下げて、わざに行かなくても下で確認できるということで、より早く救出できるわけですね。地域の行事のためにお菓子なんかもですね、早めに買って、賞味期限があるものであれば、半年ぐらい前に買っておけば、その行事の間はですね、備蓄品としてですね、町内会に蓄えることができる。そんなことも考えていただきながら、町内会活動していただけたというふうに思います。また、福祉講演会では、広島文教女子大学の菅井直也教授が壇上に立ちました。菅井教授は、日本人の性格として、助けることより助けられることが苦手だと話し、助けられ上手な人を増やすことが、地域の防災や防犯につながると伝えました。あの子連れたのお母さん大変やろ、ちょっと声かけてあげる。その関係作っとけよっていう、そういう話も、その時にこの助けてが言える皆さんであることが役に立ちますよという、あるいはそれがあるからこそ、そういう町が作れますということです。今回講演を聞いた人たちは、中区で町内会や自主防災連合会などに携わっている人たちがほとんどということで、この話を地域に持ち帰り、普段の防災活動に役立てていくということです。お手玉や折り紙、竹馬に駒回し、昔懐かしい遊びを通して五日市東学区の住民たちが交流しました。できた。広島市佐伯区の皆賀公民館と昭和台第一公園で行われたこのイベント、幅広い世代が一緒に交流できる機会を作ろうと、地元の子ども会など5つの団体が協力し、初めて開催しました。亭主の好きな赤い帽子、用意された遊びはカルタやけん玉などの6種類です。もうちょっと高くしてみよう。ちょっと、もうちょっとね。規定の技を成功させたり、作品を完成させたりすることで、難易度に応じた段位が認定されます。こういう技がいっぱいあるんだよっていうのは、けん玉とか今結構知られてブームになってきたりしてるんですけど、それがまあ竹馬とか駒とか、それこそお手玉とかでも、知ればまだ奥はいっぱいあるんだっていうのをちょっと知ってほしかったっていうのが、そこが一番大きなところですね。いろんな技を おじいさんとかおばあさんとか地域の人の達人に教えてもらいたいというところで、いろいろどういう技を入れたらいいかっていうところで苦労しました。遊びの講師は地元の達人たちです。けん玉の指導を担当したのは、大人顔負けのテクニックを持つこちらの3人。参加者に手本を見せながら、丁寧に技のコツを教えていました。技が成功したときに、達成感というか喜びがいいですね。はい、初心者の人とかたくさんいて、やってる自分も勉強になったりとかしますね。
参加者らはいろいろな遊びの腕を磨きながら楽しい時間を過ごしました。いろんな昔遊びが触れ合うことができたので楽しかったです。公園も あるなんてでかい、規模がでかいんですごいと思います。普通にお家で遊んでるのと全然違うので、やっぱり教えてもらって上手になるっていうのはすごい楽しいんだろうなと思います。地域の方が来られて、ね、いろいろ教えてくださったり、すごくいい試みだなって思います。できればもうまた同じような形でもいいので続けていけたらと思います。でそのうちまた子どもの中で達人が生まれて、また教えてくれる側になってくれるというのをちょっと期待しています。